新潟市中央区の県民会館で開かれたのは、拉致被害者横田めぐみさんの同級生が主催するチャリティーコンサートです。佐渡市の曽我ひとみさんなど5人の拉致被害者が帰国してから今日で20年。コンサートには曽我さんが初めて出席し、一日でも早くめぐみさんと母早紀江さんが再会できる日が来てほしいと強く訴えました。この次のこのコンサートにはめぐみさんと一緒に手をつないで大きな大きな声で合唱をしたいと思っています。参加した人たちはめぐみさんの一日も早い帰国を願い心を一つにしていました。